こんにちは。今日はメンタル強めの人の思考、記事を読んでいきます。今回はメンタルの強い人と自分を責めてしまう人の違いをチェックしながら考えてみましょう。まず、あなたは自分のメンタルが強いか弱いかわからないかと聞かれたら、どれと答えますか？わからないか弱い人は、自分でもすぐに責める性格が特に強いとは思っていないという答えではないですか？さて、メンタルのお話をするのは、祖の思考から王の思考に変わってきたのかを確認するためです。祖の時代は心が閉ざされ、行動を自分で操作できなかった時代であり、苦しみから学ぶ時代でした。今は楽しく学ぶ魂の王の思考へと変わってきました。しかし、その癖は簡単に変わりません。折に触れてこの思考を多角的に考察してみましょう。メンタルが弱い人が考える思考方法は、 A という行動の結果、自分が正しかった、悪かった、または自分に有利か不利かという自分軸の思考です。損得か他者からの評価か、必ず自分に対しての評価が基準になっていませんか？だから失敗すると傷ついたり、自分の意に沿わないと不満に思ったり、感情が上下することによる心への自傷行為が起こるのです。ではメンタル強めの人は何を基準にするのでしょうか？これは、行動の結果が目的に達したのか未達なのかです。達成すればここで終了。次のステップです。未達ならば、何が足りなかったのかを分析して、次に生かすためにはどうするかを考える。ここまでです。ドライという見方もありますし、心を入れないとも取れます。感情に振り回されないことが違いでしょうか。まとめ。メンタル強めの人は、結果から感情を振られることはない。あくまで目的未達の場合は不足を分析して行動を変えるだけである。感情と物やことを切り離す訓練が役に立つのでやってみよう。はい、こちら今日はお話ししていきます。メンタル強い人。まあ強い人ってあえて言わなかったんです。強めの人ね。周りに、あなたの周りにいますか？まあ、かくいう春菜もメンタル強いよねと言われる人間ですが、実は、春菜はメンタルめちゃめちゃ弱い人でした。豆腐メンタルという言葉があるぐらい、豆腐のようにポヨンポヨンでした。すぐ自分を傷つけて、私が悪かった、あの発言がいけなかった、この思考がいけなかった、もう責めることしか考えないのが若かりし頃。ただこの時にある人に出会ったんですね。この方は自分がどうかという思考を持ってなかったんですね。で、失敗した時に自分を責めることは一切せず、何が問題でこの失敗ということが起きたのかというのを考えてるんですね。これを知った時に衝撃でした。自分を責めたりしないの？っていう話をした時に、自分に能力がなくてできないことは自分を責めるのではなく、この能力が足りないことが問題だから、ここを補うのか、ね、さらにその自分の能力を高めてできるようになるのか、逆に無理だなと、
できないものはできないと諦めて、目標自体に設定した自分ができることから外す、自分はできないんだから他の人に任すというね、方法を取るということを言っていました。本当に心の底から衝撃でした。春菜の人生の根底を変えましたからね。あ、こういう思考だったら自分を責める必要はないんだと気づいたんですね。ものすごく当たり前なことを言っていますが、ここに気づかない人は永遠に自分を責め続けますね。学校時代によく反省会とか、ね、反省って言葉があるじゃないですか。自分は何が悪かったのか反省しなさいという思考ですよね。これを訓練されてきてしまっているので、いつも良い結果がないと自分を責めるというパターンが出来上がっていたんですね。これに対して自分の能力を正しく判断して、できることとできないことを分けて、できないことを目標に組み込んだことが問題だという結論を出すというのは、一歩間違えると人によっては敗北と感じることもあるじゃないですか。自分は他の人はできるのに自分ができないなんて敗北だ。でも全てのことができるわけではないんですよね、人間は。例えば春菜は絵が描けません。本当に見てるもののバランスを捉えるという力がないんですね。多分欠けてるんでしょうね。だから目の前にないものを大胆に描くことはできるんですが、目の前にあることを写すことができないんですね。あ、絵が描けないということがネックになることがたくさんあるんです。だけどこれ描けないんだから、他の人は描けるのに自分は描けないと言って自分を責めても仕方がないじゃないですか。できないことは誰かに任せようというね、発想に切り替えて自分の中で修正しないと、いつまでたってもこうイラスト付きの絵の入った文章を書こうとすると、いつも絵が描けないで悩んでしまいますよね。まあ、時代が変わってイラストは無料でパソコンで取り寄せることができるようになったので、随分楽になりましたが、こういったサービスがあるということは、みんなが絵描けないんですよね。誰も彼もが描けなくて当たり前と考える、ここで敗北する必要がないということです。これは 90% の人ができるけど 10% の人ができなかったとしても、 90% の人に負けたという思考ではないんです。住み分けで 90% の人はできるという生き方をしている、 10% の人はできないという生き方をしている。この環境の中で 10% の人たちはどうするかというと、お金を稼いで 90% の人の誰かに自分のできないことを依頼すると考えてください。これ割合が 10% の人ができて 90% の人ができないと 10% の人がすごい、 90% の人ができて 10% の人ができないと 10% の人が能力がないと思いがちなんですよ。これからの王の思考は違います。できないことは分担、他の人に頼むというのが当たり前になってきますので、90ができるとか90ができないとか 90% の人たちが大多数だとかいう発想、これ自体がその思考になります。比較という思考になります。だからこれからは自分ができないことは全部他人に依頼、もちろん有料です、ただで依頼はできない、またはできる人から学ぶ、まあ、ネット上でいろんな情報を転がっているのでね、できる人の情報、無料の情報をまず得てやってみて、どうしてもできなかったら有料で何か、ね、お願いするという方向もあります。だからいつまでもできないことを、失敗したことを自分のせいにして自分のメンタルを傷つける、ね、落ち込むなどの思考は正直時間の無駄です。
あなたの有限な人生の中で落ち込んだ途端に人生の時間が止まります。命はどん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 削られていくのに、成長する時間が止まってしまうんですね。もったいないので、メンタルが弱くても仕方がないと思います。発想、思考法、いろんな生きてきた中での環境、あなたに与えられた環境なんです。ただこの動画を聞いた後は、一つでも自分自身を責める等の、そのメンタルが弱い形での思考法を選択するのではなく、メンタル強めの人の思考、出た結果が自分にとってではなく、目標に対して達成できた、できない、できなかった場合はどうしたらいいんだろうというね、自分にその目標が、この目標が合っていたのか合っていなかったのかという思考法でまず考えてほしいです。今回はメンタル強めの人の思考法をお話ししました。今日はここまで。またねー。